江東区在住芸人猫ひろしの気張らんラジオ。知りたい知らない内緒の体操をあなた。はい、今週も始まりました。私が、梅と桜、そして池田エレイザと小松菜奈の見分けがいまいちつかない猫ひろしです。よろしくお願いいたします。よろしくって、よろしくお願いします。よかったんですよね。よろしくび、よくわかんなかった。どうも久本様です。来た、はい、元ラジークイーンのテクノボー、うん、チェリー吉武です。よろしくお願いします。あれ元和母じゃないんですか。いや、ガラオンポだよ。あ、そこそこ、やめてねえよ。あ、やめてね。あ、そうですか。何言ってんだよ。違う、あれ違う、あ、元ラジ君だって、こっちの元ラジ。梅は咲いたか、チェリーはまだかいな。元になりますか。あ、どうも元ラジ君。元は、こちらが元は。あれは違いますよ、まだね。何もないですよね。いい加減しろよ。何もないですよ。やめさせじゃないよ。いや、やめさせじゃない。はい、ということでですね、今日もこの3人で21時50分までお送りさせていただきたいと思います。皆さん最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。愛し合ってるかーい。愛し合ってもうね、我々大変でございますよ。今日もね、それから外にもね、お客さん来ていただきまして、ソーシャルディスタンス取りながらですけど、ありがとうございます。ございます。でも女性の方の島さんの特等席座ってますけど、いいじゃないですか。いいじゃないですか。そう、そういうわけじゃないんですね。島さんは譲るんですか。冗談です。はい、ということですね。レディファースト始まりましたので、じゃあ、まず早速このコーナーからいかせていただきますかね。はい、それでは教えて猫ひろしマラソン教授。イエーイ。大人気コーナー。結果発表。さあ、よろしくお願いします。教えて猫ひろし教授。そうだよ、マラソン教授。先生、先生上がったの。はい、何上げてるんですか、本当に。准教授でしょ、まずは。準じゃないよ。教えて猫ひろし准教授でしょ。準がしちゃう。何ですか、サブレギュラー。はい。確かにサブリーグ。はい、ということでですね、まあ、この間の日曜日も、大阪じゃない名古屋ウィメンズマラソンも終わりまして、でその前は東京マラソンで、もうね、俺ウィメンズマラソンゲスト出てなかったですか。ウィメンズマラソンね、おい、それはお前の奥さんの相方の川村さんが、あ、そうだ、川村さんが出てたんだ。放送席いたじゃない、 YouTube の。あ、いなかった。 YouTube やってなかった。なんで俺放送席にアッパ社長がいるのかと思った。川村さんじゃないか。いやいや、お前似てます、ね、失礼だよ。あれ似てるけどね。いや、でもマラソンもやってない、川村さんが呼ばれて、がっつりやってる猫さんが呼ばれて、俺もやってたよ、自分の YouTube で。あ、そっちか。生配信生配信やってた。一番多くて60人ぐらい入ってた。一人でバカンス君と。いや一人でやってました、家で。あ、そうなの。そうそう、家で家族にね、文句やりながらね、後ろに通れないじゃないって言って。肩身狭いっすね。そう、まあでも、まあマラソンシーズン本当もうだんだんね、これから暑くなるんで、マラソン大会もね、徐々に減っていくんですけども、で、ようやくね、大都市大会もね、開かれるようになりまして、本当にありがたいんですけども、そこでですね、大会、まあ走るのはいいんですけど、終わった後やっぱりね、クールダウンっていう、ちょっとその話をさせていただきたいんですけども、やっぱり 42.195 キロっていうのはすごい大変なんですよ。体に相当のダメージが本当にきます。だって初めて走った人が 42.195 キロ走った人がマラソでね、マラソという土地で、そうそうなんだよ。あの、マラソっていう土地があるんですか。そう、そこで走って 42.、ローマかなんかで王様がやったの。俺ミラノ行ったけど、なかったよ。で、ローマ、ローマ、ローマ、確か。本当に。そうで、それでまあ、なんとなくできる。で、最初走った人は死んじゃったんだよ、そのぐらい過酷なの。なるほど。だから死に行く号って言ってね、 42.15 キロっていうのは別に。本当そうなの。そうだよ、本当本当。死に行く号、そう、いわ、まあ、日本だけでしょ。そう、日本だけだけど。そうまあでもそのぐらい過酷っていうんですけど、まあ、だからね、走り終わったらすぐにこう止まらないで、止まらないで、ね、止まらクールダウン、まあ、2キロぐらいでいいんで、歩くでもいいし、本当に1キロ8分ぐらいのゆっくりなジョギングでいいんで、必ず足を止めないでゆっくり走ってください。そうすることによって体のダメージがちょっと回避されますし、ほぐされるんで。休んじゃいけないんだ。
そう、あので心臓にも良くないし、すぐ止まっちゃうと実は。だからそういう必ず、まあね、始める前準備体操とかも やりますけど、終わった後、はい、必ずクールダウンで2キロぐらい、はい、ゆっくり歩きでもいいし走って止まらずに、はい、でそれからちゃんと終わった後に体操をしてストレッチをして、はい、で休んでください。そうでね、あとは食べ物多分 ね、 もうね、僕もそうだったんだけど、はい、ね、今回一緒にご飯食べ行ったじゃん、終わった後にさ。でも俺すぐに俺カレー食べれなかったでしょ。あ、確かに僕と吉江さんのおごりでね。そう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 、言ってくださいじゃん。そこをちゃんと言わない。珍しくて。まあでも吉江さんはあなた藤本さんにお金返してもらったらしいですから。いやいやいや違う、何してんだよ。いや違うと、ノーノーノー、徴収しますよそれ。徴収がね、やろう。で、まあそこで僕食べれなかったじゃん、申し訳ないけど、カレー。そうですよ。そうだからやっぱり胃がね、ダメになって食べれないんですけど、そういう時にどうするかっていうと、すぐ走り終わったらすぐになるべく早くプロテインでいいんで、プロテインでぐわって飲んでください。要はタンパク質で、あとはオレンジジュースとかグレープフルーツジュース 100% でアミノ酸系のサプリメントを飲むとかすれば、ちょっとね筋肉痛も多少は和らぐんで、そういうことをやるようにしてください。なんで 100%、 別に 70% とかでダメなの？ 100% の方がいいね。なんでやっぱなんで、わかんない、それがこだわってる理由は。確かにだからなんだろう、アミノ酸と相性がいいの。ああ、そういうこと。そう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 、なんですぐそれを取るようにしてください。確かにチューチューやってますもんね。そうかでね、あとはそうだね、まあそういうふうにやって、であとマッサージすぐ行っても多分痛くて触れないから。そうでしょうね。要は体がすごいこうオーバーヒートしてるんで、はあ、だからよくさ、メジャーリーグの選手とかがさ、よく冷たいな氷のドラム缶とかに入ったりするじゃん。石川五右衛門みたいなバス。いや知らない。アイシングでしょ。アイシングもそう、まあ、アイシングでもドラム缶の中に氷ぶわって入れて、そこの中に入ったりするんだよ。そんな拷問みたいなことじゃん。いや、これ本当にオリンピックでも あったし、そういうのが。なんか切っちゃったよ。ドラム缶に入るの？そう、メジャーリーグ、そういう、これ嘘じゃないよ。嘘？ちょっと知らないんですか？知らないんですか？あれ、ギネスチャンピオン。知らないんですか？あれ、あれ西口プロレス知らないんです。知らないんですか？知らないんです。知らないんです。何もあるのか、何もあるのか、何も出るのか。あのね、まあとにかくアイシングして、まあ僕とかは熱いお風呂3分入って、冷たい水1分入って、そうそう、そういうのとかもやったりするんですけど、とにかく体を一回ほぐしてからマッサージ行った方がいいと思いますね。まあこれからね、マラソン大会まだいくつかね、開催されますので、そういう風にやって、終わった後のケア、やっぱ終わった後のケアが大事なので、太陽ケアね、太陽ケア、太陽いいね、やってみてください。来るかと思って来ないんだもん。久しぶりだったんで今ね。はい、それではですね、よろしくお願いします。もうね、すでにチャットの方もね来ておりますけれども、藤本さん来ておりますよ。猫さん、ジェリーさん、つねおちゃん、こんばんは。あ、こんばんは、どうも。キャさん、かずみさんがね、長州地入ってきて、走れ見ますか、こんばんは。ありがとう、こっちでもこんばんは。あ、皆さんこんばんは、ありがとうございます。それではですね、皆さん、ここからは本日の内容とメールテーマを望月さんお願いいたします。お願いします。ヤングヤングヤン、もち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 肌。何ですかそれ。何ですかそれ。ちょっと歌ってみたかったけど。新曲だ。最近子供に歌う。公共の電波だぞ。生放送だからやめてくれよ。癖がついちゃった。子供に歌う癖がついちゃった。どうぞ。今晩の気まらんは、桜の満開が待ち遠しい3人による通常営業で送ります。これですよ。桜結構もう咲いてるよ。チェリーブロッサム咲いてるでしょ。河津桜とか。そう。でも梅と見分けつかないよね。さっき俺オープニングで言ったけどさ。見分けつく梅と桜って。もう三宅裕司ですよ。わかりますよ。わかる。わかりますよ。三宅裕司として。ああ、三宅裕司。いや、わかるよね。だって、梅は濃い色が。いや、でも今似てるやつあるんだよ。河津桜とか似てますね。そう、似てるんですか。濃いめなんで。早いのが梅。遅いのが桜。うん、まあそうなんですよ。そうなんですよ。ダメ。ダメ。群馬ばかりすんなもん。そうそうそう。うん。でも、分かんないか分かんない。でも今年早いでしょ、また。そうですね、一応予想は23とかでしたっけ、18とかでしたっけ、3月。はい、もうすぐなんですよ、だから。あれ、靖国神社がなんか一番なんで、あれで開花宣言。そうなんですか、あれ、気象庁がね、こう見てね、あ、これでって決めんだよね、そう、あれ、靖国だ。この桜、あれ、そうだよ、それで開花宣言。そうそう、同じ。知らないのも、マラソン、マラトンのカンボジアで、知らんて知らへんの、知らない。知らない知らない知らないの
よ。もうないんだよ、何もないんだよ。声を大きくするなよ、それも知らないなら。でかいよ、はい、もちろん皆さんのメールやチャットもどしどしご紹介させていただきますので、はいはい、お楽しみに。それでは今晩のメールテーマです、はい、福岡県吉富町はふるさと納税について1万円の寄付でもらえる返礼品を誤って1円と申し込みサイトに登録していたと発表しました。吉富町によりますと3月4日ふるさと納税の返礼品花緑水炊きシンプルセットで1万円の寄付額を職員が誤って1円として申し込みサイトに登録してしまいました。このためサイトで公開されおよそ2分間でこの日の在庫の500セットが完売したということです。町は再発防止に努めたいとしています。ということで今晩のメールテーマです、うん、やっちまったなあなたがなーにさっき走りすぎる。そうですね、はいはい、あ、そうですね、はい、テーマ言ってからお願いしますよ。男は黙ってね。あ、うまいことだ。はい、ではテーマです。テーマですよ、はい、あなたが今まで一番やっちまったなと思ったミスは何だったか教えてください。今までで一番やっちまったなと思ったミスは何だったか教えてくださいです。これね、本当やっちまったなっていうのがありました。これも僕じゃないんですけど、うん、僕のマネージャーなんですけど、うん、それこそそれこそやっちまったな のクールポコ、はい、営業が一緒、僕とクールポコさん2組だったんですね。で、僕昔からほぼ同期なんで仲いいんですよ。まあ、そうですね。で、楽屋行ってね、頭坊主の真面目さん、そうそう、小野真面目ちゃん、真面目ちゃんいて、で、センちゃんもいたの隣に。あ、そうで、わーわーわー、で、小野さんとずっと喋ってたら、はい、で、センちゃんはこう横の方にいたの、うん、したらうちのマネージャー村上ジャイ子さんって人がバーってできて、いつもってあのいるんですよね。身長182センチの女性が大柄のそう、態度も大柄で、わかります、この説明なくてもうわかります、もうだいぶ渋谷の新しい待ち合わせ場所って言われてるぐらい全然違います、多分ここスタジオ来たら多分そこぶつかりますよね。全然違う、同じ本マンすごいでかいんですよ。でかいでかい、で、その人がバーってやってきて、おお、アポっつってやってきたんですよね。そうで、そしたら、ああって言って、クールポコ、ほら、もう着替えてたから、わかる、わかるんですけど、はい、まあ、上からなんか服着てたんですけど、紅白じゃん、バーって、で、小野ちゃんにさ、あ、でも、はじめ、猫ひろしのマネージャーやってます、村上ですって言って、名刺をセンちゃんに渡したのね。センちゃん、顔が地味、ちょっと地味じゃない、はいはい、マネージャーと勘違いしちゃって、あーって一瞬やばい空気に流れたから、俺がすかさずマネージャーに向かって、やっちまったなーってフォローしたよ。シュッて、なんだ弱火弱火だった、火がどん、花火できなかったね、弱火本当にやっちまったからって。で、センちゃんいい人だから、いや、よく間違えられるんですよ。で、あと連れてって、ヤクザに、じゃあダメだ、何やってんですかって、しょうがないやろって言って、しょうがないよ、しょうがないよ、やっちまったもんはしょうがねえって言ってまあ確かに時間もなるね。それは見て本当やっちまったなと思いましたけども、なんかあります、チェリーさんやっちまったこと。いや、僕やっちまった人生ですからね。ありますよね。僕はもういっぱい、エスカレーターの一番上からスーツケースを落として、ボーカーね、落として下、一番下にサラリーマンの人がいて、サラリーマンドドドドドーンってやって、サラリーマンの人ボーンって倒れて動かなかったんです。危なかったね。ダメですよ、救急車呼んだんですよ。サラリーマンの人がいい人でね。いや、全然ね、なんもなかったからよかった。だって死んだと思ったでしょ。やばかった。いや、それはやばいです、まずいですね。いや、本当に、いや、今これ笑い話で、本当にその人が、うん、危なかったですよ。そうだよ、ちゃんと連絡して、本当良かったですよ、ちゃんと。だからスーツケースを持つときはちゃんと必ず足で押さえなきゃいけないんだよね。そう、チェリーの前でスーツケースを前に置いてたら、これはチョップしてきますからね。あ、まあそうですね、絶対だな。僕がやっちまうと、猫さんのなんか祭りのイベントでね、みんなダンス踊って、踊りを踊ってるおばちゃんとかいた中で、僕もテンション上がって、おばちゃんに向かってこう踊って、ちょっと圧をかけて、おばちゃんびっくりしちゃってね。ぶっ倒れちゃった。え、マジで？カナブンみたいになっちゃってる。こんな大音がね、このビッグフットがさ、やったらおばあちゃん、もう本当おばあちゃんですよ。はぁーとか倒れちゃって、倒れちゃってね。あんな楽しいはずの祭りが、なんもしてない。俺はもうこうやって上げてたよ、ノーって言いながら、なんもしてないアピールしたけども、またこの EUR の猫さんが、お前の圧がきついんだよ、調子乗んなよって。調子乗んなよじゃないじゃん、盛り上げるためにやってたんだから。
ちょっと落ち込んでたよね。落ち込んだあれは落ち込んだよね。想像すると面白いですね。本当やっちまう人生ですからね。あれああまあいっぱいあるね。僕いっぱいその先輩のライブね、梅垣さんのね。やらないでください。これはさライブ、ね、これはまあいっぱいあるんですけどね。梅垣さんのライブで何やってるんですか。梅垣さんは、まあ、あのサランラップ使うネタね、うん、サランラップを渡してキスをするっていうね、うん、梅垣さんネタなんですけど、顔に巻いて、うん、それ男の人キスするんですよ、男が男に。で僕はそこで炎上してこう小道具出しサランラップを出しに行くんですけども、そのサランラップ渡した後に梅垣さんがサランラップ開いたら、それが空のサランラップだった。最悪なね。舞台上で怒ってたもんね。舞台上で怒られましたね。なんて言ったんだっけ、チェリーに。あーやしたけっつって、8回ぐらいもうずっとよしたけっつって、あやしたけで、急いで袖に行く吉田家の背中越しに中指立てたんですよ。お客さんの前で。お客さん散々ですよ。めちゃくちゃやってますよ、僕は。あさ、ラジー行くんで決まったんですか。ネタ見せの時にさ、あのラジーの俺見てる、俺その時見てた。まあ、タメ先生が、はい、まあ、演出のタメさんにネタ見てもらうんですけど、はいはい、もうでかなりこうネタ見せって社長がいて、うん、でみんな多重文書の人とか芸人がいっぱいいるんですけど、はいはい、でこの3人ラジクイーンたちね、ちょっと朝多分ネタ作ってテンパってたんだよね。で多部さんももうじゃあいいよやりなって言って、ちょっといやいや見るみたいな感じだったんだよね。じゃあ俺よろしくお願いいたしますって言ってやって、して普通のまあスプレーのネタなんですけど、普通だったら、うん、ほら無臭のやつやればいいんですけど、はい、もうでも朝までやって疲れちゃって殺虫剤撒いちゃった。社長の社長に向かって殺虫剤プシャーとかって、社長がゴーゴーって咳して出して、殺す気か、殺す気かって言って、殺す気は生ダチョウクラビジョン。中森明菜の替え歌をね、少女 A を替え歌で少女映えって殺虫剤をビーってやるっていうネタだったんだ。そうそう、そしたらテンパってて本物の殺虫剤社長に向かってさ、あれあのさね、なんだよ、殺人事件ってやれてましたもんね。あれ社長、そうで社長がそのまま上に上がってて、今日ネタ見せなしって、全員来た人全員なしなんですよ。影響力が疲れたから、あの余波がすごかった。それからラジークイーンじゃなくて殺害塩化ビニール買いました。あ、うまいことね。うまいね。いけるね。いやいや、結構やらかし、吉田さんなんていっぱいやらかしてるでしょ。吉田さんなんか俺マジで、ま、前も言ったけど、こんなんで僕サラリーマンやってまして、まあ、保険の営業やったんですけど、例えばだけど保険の営業で自動車保険契約もらって、うん、やったーって言った時にその保険のお客さんの車ぶつけて保険適用とか、うん、あとこれよくあるかもしれないです。あと昔、今 LINE 電話だけど、普通の電話って留守番電話とかになるじゃないですか。俺、彼女とかと思ったら着信履歴でパッと押したら、彼女持って俺愛してるよとかって、今の真彦じゃないですよ、男のに愛してるよってやって、じゃあねまた会おうねってパチャってたら、なんか男の人友達から電話があって、今間違えて俺の留守番電話に愛してるって言うんだよって、よく履歴、すみません履歴でやる、あるでしょ。今は LINE 電話あるけど、俺超恥ずかしかった。俺もそれガッポリの室田さんにやっちゃって、やっちまったな。室田さん恥ずかしい、お前なんで俺に言ってるよとか言って、あとあれ LINE も気をつけた方がいいですよ。本当にそうですね。あ、LINE また誤送信とかですね。そう、誤送信 LINE 結構あるよ、ね、あります、あります、あれ気をつけないと。キャッツ先輩ですよさんに、おいとか言って言っちゃったもんね、何がはいすいませんだよとか言って、ですよさんに向かって、いやふざけんな、誰に電話してるの。じゃあ僕は友達に、はい、あデコレーションさんっていうすごい仲いい友達がいて、はい、酔っ払って、今家近いから、はいはい、今から飲みに来いよって電話したんですよ。はい、あデコさん今なってんなとか言ったら、はい、ですよですって言う。ですよですって言うから、はい、酔っ払ってるから、はい、お前ですよですじゃねえよとか言って、あいって言えば天下とか言って、いや、猫さんですよなんですって。いやはい、えとか言って、いやだから僕デコですよなんですけど、本物俺本当にあいって今てんって言おうかと、はい、出なくて、はい、あ本当すいませんって言ってやるよね。じゃそれからデスさん僕のこと警戒しちゃって、はい、ライブでチェリーと会ったらチェリーに、あ猫さんってどういう人なんですかマジでマジで警戒しちゃって、猫さんってああいう人じゃないですか。先輩なんですか、猫さんの先輩。まあ同期ぐらい、あ同期、ああ全然そうですね、ちょっと警戒してます、付き合い方考えちゃいます本当。じゃあまあそれはもう本当に間違いだから、はい、本当に電話だからそのね間違いない、猫さん俺は娘がほら、うん、ね、うん、名前がな、今いいや、名前言えないからさ、言えないのね、まあ、名前があって、それ電話しようと思って、娘に電話しようと思ったら、間違えてですね、どれ、花輪さん、あっちの SAGA さんが間違えて電話しちゃって、あ、花輪だけどどうしたのとか言って、もう15年ぐらい電話してないです、はいはいはい、あーっと思って、すいません花輪さんって、そうだよ、ね、間違えて電話して、なんか
あ、そう。電話怖いんだよ。電話ね、確かに。と思って。54人とかある。花輪さん。そう。まあ怖い。怖かった。これはちょっと冷や汗かきますね。ありますあの真ん中 の, あの頭の尖ったところ刺されるかと思いました。ユニコーンみたいな。はい。あのね、あのユニコーンみたいな。いや、やっぱ先輩に間違えて電話するときは、まあ、やばいですね。先輩は怖い。ちょっとありますね。まあね、そんなね、やっちまったエピソード、皆さん、どん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 送ってきてください。あ、結構ね、もう送られてきてますよね。ちょっと後で、ね、そちらの方も読まし、チャットの方も読ませていただきたいと思いますので、お願いいたします。はい、お願いします。ちなみにね、今日ね、あのサンドさんとかも聞いてますから、あれですけど、今日ねあの曲ね、あとこの後ね、東郷さんがプロデュースのね、ペペ一番さんの曲を今日ね流しますから、結構ファンの人も多いんでね、よかったらあのメガボードさんとか皆さん、これ今日ペペ一番さんの曲流しますよってね、ちょっとツイッターとかに拡散してください。お願いいたします。来ました、 M の矢口さんから来ました。 M のあ、また矢口、また矢口矢口とか言われてるのにまた終わってくれるのありがたいですね。スーパーチャットですかこれ。スパチャですね。スパチャ、ああ、矢口さんありがとうございます。矢口一郎さん、先週の半分ですね。でもね、先週、いや、いいじゃないですか。先週の半分、ちょっと半額、矢口さん半額、半額になってるモッチさん言ってるよ。いいじゃないですか、矢口さん。何か意味があるのかな、うん、かける2お願いいたします。はい、それではですね、はいはい、今晩もキバランラジオよろしくお願いいたします。この番組はスポンサーはビューティースマイル、協賛はソレイユでお送りしています。ソレイユ、よろしくお願いいたします。お世話になります。それではですね、ここから番組のお知らせです。モッチさんよろしくお願いいたします。はい、はい、あ、ここですね、はい。4月6日のキバランはゲストにウクレレ英二さんをお迎えしてお送りする予定です。また来ます。また来るんですね。やっと来るか。まあでも、いや、そう、今まで来た、あれスタジオにね、実はあんまり来たことなかったからね。確かに。でも英二さんを呼ぶとなるといつもマンボウが出るから、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、4月29日にシネバノベチェントにてウクレレ英二さんの動画制作チーム、必死プロの5本立て一挙上映会が開催されるウクレレ英二さん。ね、あれキャストとして吉江さんとチェリーさんも出てますからね。あ、出てます、ね、必死プロですよ。必死プロ、必死プロだからね、はい。そんなウクレレさんへの質問リクエストも募集しています。はい、アドレスは info@885fm.jp です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。やっぱりもうみんな反応してますよ。え、まさかのペペ1番書けるんですか。おー、ペペ1って書かれてる。で、ちなみに今日は流れますけどね、明日またこれ編集して YouTube で流すじゃないですか、僕の YouTube で。はいはいはい、そこではね、ペペ一番さんの曲はカットでされてますからね。そうそう、あの著作権の問題で。だからね、ぜひ生放送で皆さん急いで聞いてください。よろしくお願いいたします。ちょっとね、チャットの方も来てるんで、ちょっと読んでみましょうか。はい、じゃあ上から行きましょう。お願いします。はーい。いや、なんかメガ坊主さんが、島さん先ほどは、あ、先日は特捜席を譲っていただきありがとうございます。島さん、今日もロッテのチャットでやるという。せっかくですからね、この下もうちょっと下行っていただいてもいいですか。はいはい、あ、来ました、この下かな。やっちまったこと、あ、聞いてます、かずみさんから。はい、私がやっちまったことは20年ほど前に某大手運送会社に派遣で行った時、課長が来る と言いつけられたことを会長が来ると間違えて伝言してしまったことです。でも会長嬉しいんじゃないですか。でも課長よりかね、会長がちょっと来るって。いや、でもあれなんじゃない、ちょっと、うん、そうなんですね、大騒ぎの準備がね、うん、かね、俺もあとあれあったわ、ワハン本舗の、あ、ね、マネージャー佐藤いるでしょ、僕のマネージャー佐藤君、佐藤君に朝ね、8時ぐらいの仕事で7時半ぐらいに電話して、佐藤君に電話したと思ったら、座長のさ、佐藤元座長ね、元座長の佐藤正弘さんね、正弘さんに電話してて、あ、どうしたんですか。あ、佐藤で言ってたから、久しぶり、はい、はい、もしもし佐藤ですって、もう朝だから当然ローだよね。あーと思って、本当にそこで、すいません、佐藤さん、マネージャーに電話したと思って間違えて佐藤さんに電話してしまいました。あー、またかって、よくやられる。全国の佐藤さん本当に気をつけてくださいね。はい、確かに多いからですね、佐藤さんね。そう、俺電話朝7時半だもん、申し訳ないかったと思った。うん、はい、申し訳ない。山田山さん、山田、やっちまったな話、はい、友人の日本タイトルマッチの日、うん、友人のセコンドにつかないといけないのに数時間も寝坊してしまい、電話した時は計量が終わり、ああ翌日はセコンドにつき無事にタイトル取ってくれたので良かったですが、うん、今でも忘れられない出来事です。試合前はモチベーション大事なのに終わるまでハラハラでした。そりゃそうだね、それは分かるわ。忘れられないよね、こういうのね。うん、ね、あ、まゆみさん、 LINE 送信ミス、
ありますよね。とかまさかさ、あの東洋ライブの LINE に彼女かと思ってハートマーク食っちゃってましたね。普通にあのゲイお笑いのあのライブのグループ LINE メール、うん、先輩からみんな夜間さんとか猫さん見てるときに俺は彼女とか持って、うん、なんか愛してるみたいなハートマークつけて送っちゃったマジで。いやそれ以上にさ LINE で見せてることいっぱいあるじゃん。おいイエスコーヒーの LINE のあれなんだっけ自分のちょっと島さんが知ってるよ。もういいよ島さんがよく知ってるよ。もう忘れた忘れた目で LINE 問題そんなことよりもそっちの方が重要だよ最近真面目にちゃんとそのグループ LINE やってるからちゃんと。あとはね俺あれもあったわ、まあ、芸人だからさ、うん、まあ、最近ほら職内って言葉も一般の人も分かりますよね。内職あ事務所今闇営 業、知り合いの芸人から、うん、あの板橋区のキャバクラの営業を振ってもらって、はい、で金額も安いしその板橋だからバレないで猫さん来てもらえませんかって前日ぐらいにやってああいいよって言って、まあ、普通に終わったわけよそしたらさ次の日事務所に行ったら、うんうん、マネージャーとかが、うん、猫さん食内お疲れ様でしたとか言って、みんなニヤニヤしてんの怖いえって言ってなんで昨日板橋のキャバクラ行ってたよはいっつってなんでそしたらあの要はそこに前ほら我が家に新井さんっていたじゃん新井さんで あの人が歩いててそしたらそのスナックの看板あ看板、ね、キャバクラの看板に猫ひろし来たるみたいな書いてたんですよそしたらそれ見て俺とか言ってその、ね、僕のマネージャーにその新井さんが、うん、あれジャイコさん今日現場あの板橋いるんですかとか言ったら、ね、いませんよって猫さんだってここ書いてありますよって全部言っちゃってうわーバレちゃった俺が悪いんだけどいやでもね新井さんって厳しかった、うん、僕らも、うん、闇営業っていう、うん、まあ、1年目ぐらいのラジークイーンの時に、うん、ったその新井さんから事務所の前、うん、30キロの米が届いてるけど宇都宮のクラブ の, あのスナックのママから届いてんだぞみたいな感じで今までだよ、うん、なんだこれはってもそこから突き止められてうわそれ闇お前宇都宮に闇営業行ってんだろうつってこの日この日こうだろうって言われて突き止められて、うん、総攻撃よみんなからあれ怖かったねあのポカスカさんとかに闇営業自分が売ってたのにもかかわらずあいつ裏で総出で怒られてお前のごときが闇営業してんじゃねえよって言われたねあいつ悪い飲みすぎてよく二日酔いの事務所来るでしょそしたらわーって稽古場があるんですよ、はい、そしたら新井さんが地下でよく寝てるんだよで俺あ新井さん寝てたからわざと事務所に上に上がってって新井さんが今寝てますよとか言ったらブワーって走ってきて寝てないって言ってすげえよね新井さんあの人もこそ芸人っぽかったよね。まあ、芸人っぽかったね。ちょっとね。まあ、笑ってね。ねはい、それではここでちょっと一曲いきましょうか。それではですね。ここでね一曲聴かせていただきます。はいはい、よくねこここの間ラジオにも、ね、ゲストで来てくれた東京プロデューサーの。東京プロデューサーの、ね。東京さん。東京でしょうよ。え？一番やっちまってるよ。間違いない。だからネコピアノのプロデューサーもしてる東京さんがね。東京さん。骨折してる東京さんが足を東京さん東京さん東京さんね東京さん、うん、東郷さんプロデュースのプロデュース、名プロデューサーですからそうです、ペペ一万さんのですね、はい、空飛ぶトナカイ聞いてくださいおはい聞いていただいてるのはペペ一万さんで空飛ぶトナカイでしたいいか優しいそんな声してるんですね気持ちいいですねちょっとガンガンな、うん、お今ねスパチャ来ましたよ高田圭介さんから120円よろしくいつもありがとうございますよろしくよろしくありがとうございますジュース代になりますから、ね、あよろしくよろしくよろしくいやスパチャは僕と木村君と伝わりに行ったらね全然行けなくなりますから頼みますよなんか一応出演してるの僕と吉井さんもね歓迎してもらって歓迎してもらってはいってたねマジで言ってるからねマジではいですマジで調子しますからねこれもはい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 それではメール行ってみましょうはいまずはですね番組のインスタに来ているコメントですねああそうですミッシェルさんかなつねおちゃん久々俺ウェポン頑張ってねおっまずウェポン吉江さんあ、あのウェポンだ。どのウェポン？やっちまったな。やっちまったな。ちゃんと待って、ウェポン？超久しぶりに。あ、ちょっと連絡します。ウェポン、ウェポン。ありがとうございます、ウェポン。スポンポン。スポンポン。知らないな、これ。はい、次行きましょう。はい、それでは、エセボーズさんからです。エセさん、ありがとうございます。ネコさん、チェリー師匠、インスタグラマー、ヨシエさん、癒しボイスのモッチーさん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。ネコさん、東京マラソン後の
ご褒美動画見ましたよ。あ、ありがとう。ラーメン食べてるやつね。およそ2分半ただただラーメンを無心になって食べる姿見せつけられついつい私もつられて家系ラーメンが食べたくなりました。ラーメン食ってるだけ。下北沢のラーメン有名どこの。え、なんすか。もともとね油ラーメン食べようと思ったら、あの人がいっぱいだったから、なんだろうな、そのすぐ近くの無名のラーメン屋食べたら意外と美味しくて人がいないから全然もう動画も撮れたし、そう家系ね、うん、さてメールテーマですが、はい、私が一番やらかした、うん、やっちまったミスは、うん、趣味のボート釣りを楽しんでいた時に、うん、誤ってボートから湖に落水したことです。その日は友人と二人で湖に全長4メートルほどの小さなボートを出して、うん、バス釣りを楽しんでいたのですが、うん、ボート後方で釣りしていた友人が突然バランスを崩して湖に落水その煽りを受けて私も落水してしまい、危ないね、2人揃って湖に寒中水泳するはめに。何月？救命胴衣をつけていたのでなんとか助かりましたが、落水した瞬間は頭の中が真っ白になりました、うん、皆様もボートに乗ったら必ず救命胴衣はつけましょう。はー、水害ですよ、水害普通にまともなこと言っただけだね僕も水害があったんですよ。何？水の事故教えて。あの新しくね、うちの実家でね、お母さんが BS のね、うん、チューナーのテレビを買ったんですよ、うんうん、いいやみんな喜んでるんですか、うんうん、パラボラアンテナみたいな。パラボラアンテナ昔の、うちの父親がパラボラアンテナを動かしてて、うん、もうちょっと左って言ってこうやりながら、うん、ベランダでね電波がね、電波が、うん、もっともっと左右とかやってるんですよ、うん、でうちのお母さんがこうやって、うん、あーってもうちょっともうちょっとしてる、その時にですよ、鉢植えがテレビの上にあるんですよ。そこの鉢植えに、うん、なぜか知らないですけど、うん、水をお母がバーって入れたんですよ、うん、そしたらその鉢植えから下から、うん、水がドローンブランカの穴ザワーって入ってた。買ったばっかり、うわ、お父さんお父さんアンテナ動かせお父さんシュンって消えて、台無し、ダメだったか、水害事故、それはもったいない、悲惨、乾かしダメ、ドライヤーとか、ダメダメ、ダメか、あー、入ってまった、水害事故ありません。あのなんでよく子供がさ、最近乗ってるなんかスケボーみたいなのあるじゃん、あー、あります、あります、あれなんていうんだっけ、あの、あれ、スケボー、なんだ、こういうやつですよね、そうそうそう、なんていうのかね、バランス取るやつね、そう、バランス取るやつ、あれ、うちの娘が買って、初日、バーってなんかあの道路だと危ないから、うん、江東区って結構川がいっぱいあるじゃん、うん、で川に乗れるから、うん、バーって乗ってたら、うん、娘がうわ乗れる乗れるって喜んでブワーって言ってたら、うん、ドーンって転んで、うん、来たらそれが、川のなんか柵があるでしょ、はいはいはい、柵がちょうどそれが入るぐらいの隙間があって下にそしたらスポンうわドドロロトボ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 ってそうそう、で娘あの内身では全然泣いてなかったんだけど、それがトボトボトボと浮かん、あの沈んでった瞬間にうわーいやいやお前今痛い時泣いてなかっただろって落ちちゃったからあーそれはでもびっくりしますね、はあ、今多分下にあの沈んでると思います。そうだね下にあ機械のやつ電気の電気のやつじゃない、あーなんかそう今セグウェイと間違えた、あれだけあれかセグウェイもあるけどね、セグウェイと思ったけど、ね、携帯電話とかね、やつ水の事故は結構多いからですね、怖いですね、気をつけてください、ね、はい、続いては地下4都さんからです、はい、皆様晩はどうも、名古屋ウィーメンズマラソン気温が上がって心配しましたが好記録で MGC 候補も多く出てよかったです。いや安藤由香選手ね、いい走りでしたね、忍者走り、うん、メールテーマやっちまったな、うん、その昔、うん、去る女性 A さんとお付き合いしたことがありました。いい、ね、しばらくたち、ね、私自身が転勤してなかなか会えなくなりました、うん、電話もすれ違いばかりで気をもむばかりです、うんうん、その時私は2人をつなげた女性が彼女の近くにいるということで A さんの様子を教えてくれとその女性に依頼しました。少したと A さんから慌てた様子で電話がありました、うん、開口一番なぜその女性に聞いたのと、二人の間のことは二人の間だけにしておきたかったみたいです、うん、お付き合いはそこで終わりました。もしかしたら遠距離になったのが原因かもしれませんが、そもそも A さんから普通に電話があればなかったことで何か腑に落ちないです。今回笑いはありません。死に行く号かっこ苦笑い、奥さん奥さんね、これね奥さんまあでもね、うん、A さんのこと気になるかね、うん、その代わりの A さん、奥さん始まった、うん、そうだ、思います？思いっきりテレビ奥さん、ミノモトです。下手くそだねチェリモンって下手だね、チェリモンって奥さん
まあでもこれでもそんな脈なかったんですよ、これ。そうですね。でもあと女同士ってなんかいろいろありますからね。まあそうだね。面倒くさい。難しいね。言うね、難しいやな、本当に。はい、続きましてはタキオンさんから。タキオンさん、あ、どうもさんになります。皆さんこんばんは、タキオンです。今夜のメールテーマ、これはやっちまったな。しくじりのオンパレードの人生なので、あげたらキリがないんですが、最近痛恨だったのは株式投資。上昇している銘柄を利益確定売りしようとして誤ってまた購入してしまいました、うん、慌てふためきましたけど無事に全部売却に成功、手数料が無駄にかさんだだけで済みました。先ほどのふるさと納税の表示といい、表示といいご発注は怖いですね、うん、あれ俺ほら東京マラソンでさ今年あの携帯でスマホを持ちながら走らなきゃいけない、はい、でだから今までそんなことやったことないし、でポシェット、ポシェット、うん、自分のやつも持ってんだけどそれはちょっと気になるから、はいはい、なんかランナーの知り合いから聞いてすごい今いいポシェットがあるからって言って、もう5000円ぐらいだよね、ちょっと高い、高いでしょ。でアマゾンで買ったら、全然良くなかった。チャックがまずないから、チャックなくて入るやつあるじゃん。そしたらでもブワーってスピード上げると、それがなんかこう上がってくる、上がってきてブーンって飛び出ちゃうの。あらら、そうで、もう全然よ。え、あれって1回しか使ってない。チャックなんかひっくり返すんだよね。ひっくり返してやってね、なんかそういうわけじゃない、じゃないじゃない、僕の持ってひっくり返したら大丈夫だったけど、チャックないじゃないですか、入れる込むやつ。そう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 、でそこからチャックがない分ひっくり返して使えって言って言われたけど、僕は書いてないよ、そんなの書いてない、書いてない、そんなの書いてない、書いてないよ、勉強しないと、それは聞かない、書いてなかったよ。それはダメだよ君、まだダメだよ、もうちょっと日本来てまだ先生教えてくれなかった、日本に来てもうちょっと勉強しないと、日本語学校の先生教えなかった。カンボジア人ややこしいよ、カンボジアの人だから、いろいろややこしい、日本人冷たい、いいよそれ、留学生、日本人冷たい、交換留学生みたいな、いやでもそう、やっぱりアマゾンとか最近流行ってるけど、メルカリとかさ、やっぱりちゃん、やっぱ俺は実際に見てやっぱ買いたいな。でもね、特にナイキのシューズとか高いし、3万だからね。あ、サイズとかね、来てから分かんない、ね、そうそうそう、レディースサイズ、メンズサイズってのもあるし、でも、でもね、もう今ネット社会ですから、もうバンバンネットでもう買いに行くの時間かかるよって。でもね、あの口コミが良すぎるのは気をつけた方がいいって聞きました。口コミがね、桜がめちゃくちゃ投稿してるっていうので、ゆうちさんが書いてんだよね。そうなんですよ、口コミはね、そう、良すぎるのもちょっと考えた方がいいって。あれ、なんていうんですか、その食べログとかね、はいはいはい、食べログ、あるらしい、4.1 とかね、怪しいですよね、ちょっと怪しく見えちゃいますね。そうなんだ、4.1。チェリーさん、そういうのやってんの？何ですか？そういうなんかアマゾンで買い物とかしてんの？あ、いや、僕もでもやっぱ奥さんとかに買ってもらう感じですね。わかんないし、アマゾンわかんないです、買ってもらうついでに金額払わないパターンが多いです。すいません、吉井さんなんて本当のアマゾンと勘違いしてますもん、俺は。金ないだ、アフリカの、アフリカのアマゾンと勘違いしてます。南米この間初めて買い物してましたよね。何買ったんですか？あのポカスカさんの CD 買った。ああ、アマゾンで。先輩、あのだから元クビになってて、わがクビになってて、で僕がわがに呼んだら、先輩の吉江さんの天敵のポカスカちゃんさん、ガリガリ君の、ちょうど CD 出したから買ってくれって言われて、吉江さん、ごますりだから、買っちゃって、そう、初めてアマゾンで買ってて、買ったこれ、アマゾン、今まで使わなかった、目の前で、目の前で、分かんねえんだ、そう、超便利なんだ、字読めねえんだって、買って CD のパッケージ、そのタイトル見たら、猫よありがとうって書いてある。俺が連れてきたから、多分俺やれちゃって、CD で。十何年ぶりにありがとう来たよ。ヤフーショッピングとか楽ですね。僕もヤフーショッピングは。本とか買う。Kindle、Kindle。Kindle も買うけど、なんだろ、中古の本とか、漫画とか。そう。あれ、何？ブックオフ？何この雰囲気？何？何？買うんだね。Kindle。安いよ。安い。そう、昔の本とか。安いですよね。一冊100円しないやつとかあるし。そうなんですね。ネットがね、早いですもんね。早いし、便利だし、だって家まで届くんですもん。そうだよね。ZOZO とかね。ZOZO はいいですよ。ZOZO もいいですよね。解決ZOZOだ。はい。吉江さんは、本当に。この間もね、みんなでガッポリ建設の、まあなんかで集まってたの、ガッポリさんと、
太郎ちゃんと俺で、そしたら吉江さんから太郎ちゃんに電話かかってきて、その太郎ってやつが税金にすごい詳しいんですよ、はい、で今確定申告の時期じゃないですか。あ、そうですね、昨日まで俺たちがいることを内緒にしてスピーカーにしてる人で、なので吉江ちゃんから、吉江さんから電話かかってきて、じゃあスピーカーにしろっつって、黙ってきて、太郎ちゃん、あの今確定申告のところやろうと思ってんだけど、前日ですよ、あの締め切りの、はい、来てて、なんだっけ、その確定申告のところに、何その何もしないで持って行ったんでしょ、領収書を持ってけんかなと思って、確定申告のところに整理しないで領収書だけ持って、そのまま、そこ行っちゃったんだよ。そう、今年頑張ったよっつって。でも教えてくれなかったんですか、そこの一応、まあ、姉ちゃんが。いや、ダメだって、いろいろ揃えなきゃいけないじゃん、その青い申告、源泉徴収とか。源泉もないの、源泉もないの。あ、源泉あった、源泉と領収書だけですか。領収持ってて、そう、わかんねえんだよ。で、そっちの、そこの人にやってもらおうと思って、わかんないから太郎に電話してきて。なるほどね、やるでしょ。日本のルール難しいよね。日本の、日本人冷たい、冷たい、冷たい、はい、冷たいよ。次メールはもういい、はい、あとはチャットが何個か来てるんで、あ、チャットどうですか、はい、あ、来てる、トラちゃんさんから来てるよ、吉江さん、同じ事務所の、どうも、トラちゃん、久しぶりだ、トラちゃん来てもらいたいね、トラちゃん、吉田なんですか、吉田剛さんじゃないよ、それは吉田剛さんはライター、吉田拓郎じゃない、拓郎じゃないよ、それは吉田、それはシンガーソングライター、ジャガー吉田、違うよ、吉田光太郎だろ、吉田光太郎、ごめんなさい、のモノマネするね、トロちゃんさん、面白い、トロちゃんさんも来てもらいたいね、僕、そうそうそう、僕いるとき来てもらいたいね、いやでも猫とトラはちょっと危ないでしょ、トラ年だからいいじゃない、何ですか、あ、で次、あ、これ須田さんから来てますよ、昔猫ちゃんとジジブーを連れて、あ、来てる、え、すごい、須田さん、あれじゃん、ワハの、元ワハの、俺高円寺あったりなんですか、須田さんから、すごい、あれ、ま、今日なんか元ワハばっかし来てない、なんか、ああ、じゃあ、吉江さんだけか、そこ、円満回復、須田さんから、はい、うん、嬉しい、昔猫ちゃんとジジ、これやっちまってなんだな、うん、ほんで、昔猫ちゃんとジジイブー、僕の付き人だったね、はいはいはい、ジジイブーさんを連れて、車で栃木の営業に行ったのですが、その帰り道、途中のサービスエリアでうっかりジジイブーを乗せるのを忘れて家に帰ってしまいましたそう、え、全部気づかず、あの気づかず、俺のなんか俺寝てたんだけど、うん、携帯がブルブルってすげえ鳴ってて、うんうん、なんだと思ってジジイブーって書いてあるのそう、あれで、あの多分後ろでジジイブーさん寝てたから、多分なんか寝返りかなんか打ってやってんだなと思ったら、まだブブブブって鳴ってるから、あれと思って、須田さん、あのジジイブー後ろにいますよね、うん、いると思うよと思って布団を開けたら、もぬけの殻でえぇとか言ったら、あーやべえ、これジジイブートイレに朝5時ぐらいだよで、一回一周してまた戻って、そこインそう、ま、電話してもう一回お来たわけよ、したらちょうどこう朝焼けのところでジジイブがベンチでタバコ吸ってたの哀愁あったね、はい、ということで今回はね、やらかしたニュースいっぱいありましたけども、ありがとうございます。いやね、それではちょっとここで来週のメールテーマをお願いいたします。はい、まず本日の放送は後日猫ひろしの YouTube チャンネルにアップされますので、お聞きになりたい方はそちらからお楽しみください。なお諸事情によりお届けした曲や微妙だったところはカットされていますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。来週のメールテーマは、今あなたが健康のために心がけていることは何か教えてください。はい、あなたが健康のために心がけていることは何か教えてくださいです。よろしくお願いします。これはもうね、ミスター健康の吉江恒夫さんがいますからね。不健康ですよミスター不健康です。いやいやいや、もう健康だ、健康です。昨日もあの居酒屋でね、一緒にいたんですけど、どんだけ仲いいんだよ、ずっといるから、うん、雑炊、締めの雑炊食べた後に、うん、帰り道ファミマで出た、うん、ファミマのチキンとコロッケ食べてましたから。いや、美味しい、相変わらずコロッケ食うよね。うまいんだよ、油、喉に潤されるんだ油は、うん、朝からも食べますよね、朝起きてね、朝晩カツサンド、うん、カツサンド、いや、一日カツと思ってね、うん、あ、で、ミルクコーヒー片手に飲んでますもんねまあ、こちらの方もですね、皆さんぜひ来週も聞いてください。よろしくお願いいたします。それではですね、今日の相手は私、猫ひろしとチェリー吉武です。吉江恒夫健康大使がお送りさせていただきました。ぜひ来週もお聞きください。ぜひよろしくお願いします。そして皆さん、チャットの方、はい、そして、メールたくさんありがとうございました。はい、チャットの方もちょっと読めなかったですけど、そちらの方も後日読ませていただきます。ありがとうございます。外のお客さんもありがとうございました。あ、どうも。いい夢見ろよ。色男ですね。